はい、ね、あ、はい。はい、っていうか一月半ぶりのサバラン。寒い。今日はゴリラカレー食べてます。寒い。喋れよ同時に言ってしまって、ホープ券ね。ホープ券、これうまかったよ。これうまい。おう、うん、東京吉祥寺ホープ券。僕でなしみですね。知らんけど。なんそれ。漫画。漫画、うん、歌かと思った。なんかさっきトールくんが着よう音がしたけど、なんか下止めるよね、やついつも上いっぱい開いとんね。あ、坂が登れんじゃん。そんなわけないやろ。寒い。できたかな。あ、寒いね。寒い。ちょっと。まあ雪とか降ってないだけマシか。まだ。この前も結局雨降りよったろ。降ったね。降りよった。もうめっちゃニンニクの匂いがする。うん。うめ。大体サニーってこれか。うん。顎出しか。ああね、この前の顎。これがいい匂いやもんね。バリなんかそそるよね。食欲ね。うん。あ、これ後で入れると。いや、うん、出た。ん、俺の弁当。あ、俺の飯、うん、俺の飯。 1.5 倍。これ 1.5? これ醤油なの。豚骨醤油みたいな。豚骨醤油。東京背脂とん背脂豚骨醤油ラーメン。150円とか200円ぐらいするっちゃう。知らん。え？知らん。知らんで誰が買ったの？高いやつやね。高いバージョン。なんかさ、高いっていうかコンビニで買ったけんね。札幌味噌ラーメンのね。あるやん、札幌味噌ラーメン、うん、あれのズワイガニ。ズワイガニ入りとかある。なんかズワイガニの、うん、エキス入りだね。うん、が出とうらしいよ。そう、え、袋？カップ。いや、カップ。うん、うん、福岡であるかしらんけど、うん、ああ、米1キロとか食べれる。1回で1キロってどんぐらいの量なの？食べれる？あのね、多分これの弁当の2倍ぐらい。そう、たっぷり入れて。おかずとか何もなしに。いや、ありあり。あり、うん、いやいや、逆におかずとかなしでふりかけとか、うん、ちょっとしたもんでご飯をずっと炊き込めばいけるような気がする。マジで？2号楽勝やろ。2号は楽勝。3号まで楽勝。すごいね。冷たい。寒いわ今日。マジで。今日アジさん来てないね。来るかと思ったけど。うん。今日9ミリ点か、昨日今日で。そうですね。うん。そう。結構来とうでしょ、なんかいろんなとこ。いや、まあショップの類はどうかちょっとわからんけど、あのインスタとかツイッターとか、はい、フォローしてる人とかが、はい、結構東京とかからわざわざ、うん、あのスダチンさんって知らん？うん、スダチン、あの女の人でしょ。うん、来とうよね。あと後藤真世とか、はい、うん、もう確か来とったはず。後藤真世さんって去年も来とったもんね。あとなんかあのコスプレイヤーのなんかチーズ
チーズ、チーズっていう女の人かな、わかる、もう来とうみたいなね、ありさんのピンクの、あ、まあ、その、その可能性もあるね。な、福岡のショップはどこが出しとる、スワットさん出しとるんですか、いや、知らん、スワット出てない、うん、出てないった、うん、いや、俺ツイッターで聞いたもん昨日の投稿なんかに あれ9ミリ店出してない、ないんだって他の店は人手不足でとか書いてある、他の店ある、あそこどこやったっけ、俺があのバッテリー提供してもらったところ、ああ、うん、いやなんか RLA さん、なんかガレージ小川さんとか、ああ、これだね、うん、ガレージ小川さんね、まあなんか盛り上がってんじゃないですか、なんか久留米のバーの、うん、あれ貼ってあったけど、フルメタルジャケットみたいな、フルメタルジャケットっていう店、え、店、へえー、福岡もな、なくなったね、福岡っていうかあの前ありよったのもなくなったけどね、ミリミリ、うん、あれがないからね、うん、早く代わりのとこ探せようと思うけど、誰か、うん、はっきり言って、だからどん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 廃れていくんや、久しぶり見た、じゃあ元気やった、初めまして、初めまして、はい、改めてよろしく、改めてよろしくお願いします、なんか倉田さん3月から出てくる、あ、そうそうそう、3月から仕事がなんか一つ減ったらしくて、仕事また変わったから、減ったからなんか3月から出れますって、掛け持ちしようって言いよったもんね、去年、掛け持ち、うん、じゃないとやばい、生活がなんか、あれ、うん、YouTube やっぱさ、やっぱミニミニとかもさ、スワットが主導してやればいいよね、うん、老舗なんだからね、うん、と俺は思うけど、え、でも前主導だったじゃん、いや、あれは違う、スワット主導じゃなかったよね、あ、そうなの、お気に入りとかも見ましたよね、うん、お気に入りとか、あー、まあまあサムズも来とったし、うん、あー、そうそう、デコレーションのヌークル持ったね、あ、なんか知らんけど田中ちゃん持ってんおる、嘘、いや、ずっと出しとったよ、個人、おったっけ、個人で出しとったよ、隅っこでなんか、うん、あ、うちらのブースのなんか反対側、角のなんか反対のどっか、うん、あ、おったおった、あれが田中ちゃん、うんうん、今思えば、うん、田中ちゃん出しとった出しとった、うん、いや、だってあれで久しぶりに俺も再会したんだけど、ミニミニで、あ、うん、あ、その時まだ私初めて田中ちゃんに会ったんよ、確か、ごちそうさまでした